ジミー・ヤンは、アメリカ合衆国のプロレスラー。本名、ジェームス・ユン、韓国系アメリカ人。カリフォルニア州ハリウッド出身。WCW パワープラント出身。WCW に所属していた2000年には、カズハヤシ、ジェイミーさんと共にヤングドラゴンズを結成。WCW が、WWF に吸収された後の2001年3月。 WWE を解雇された。その後、全日本プロレスに長期参戦する。全日本プロレスでは、まだ選手層の薄かった全日ジュニアを大いに盛り上げた。その後再び、WWE と契約を結ぶ。その際、リングネームを秋夫と変更。2003年10月19日に行われた、WWE スマックダウンの特番、ノーマーシーにおいて、 刑事佐古だと共に、タジリの用心棒の日本人として WWE 再登場。ヒールのタッグチーム、兄弟を結成。タジリとは、有楽町の飲み屋で出会った、というギミックでの登場であった。タジリが、RAW に移籍した後もスマックダウンに残り、ムービースターというアングルで、道義を身につけ、常に無口であった。これは、アジア的イメージの表現のため、また、 日本人ギミックでありながら本人が日本語をほとんど話せないことによると思われる。2005年7月5日に WWE から解雇された。その年の解雇されるべきではなかった選手という投票では高い数字を出しており、ファンも納得していなかった結果になった。WWE 解雇後はもう一度 WWE への出戻りを目指すため、 以前参戦した全日本プロレスには出ず、WWE の目の届きやすいアメリカでの活動に専念することにした。2005年10月1日より、ローを主戦場としている。また、11月3日に行われた、ハッスルマニアに登場。リングネームをジミリアンに戻し、かつてチームを組んでいた、カズハヤシとのタッグで試合を行った。2006年9月29日に、 南部で生まれ育って3代、喫水の陽気なレッドネックであるという黄色人種なのに、南部男ジミー・ワン・ヤンというギミックでスマックダウンに再デビューを果たした。復帰デビューから2週続けて敗れるも、その後は素早い動きと空中儀で勝利を重ね一定の人気を得る。2007年に入ってからもクルーザー級部門のトップ選手として活躍し、7月にはトリー・ウィルソンを マネージャー兼タッグパートナーにつけケニー・ダイクストラービクトリア組と構想を繰り広げる。その後は主にジョバーとして新人レスラーなどの引き立て役となっていた。2010年4月22日に WWE から解雇される。同年7月フルスとも言える全日本プロレスのジュニアヘビー級リーグ戦に参加している。近年はセミリタイヤ状態であり、 来日も途絶えていたが、2018年11月に、東京グレン隊、工業参戦のため久々の来日を果たした。全日本プロレスその他、WCW 戦士、ジミー・ヤンとカズハヤ氏が、久々のタッグ結成。ヤンのマナ娘が、シャノン・ムーアに、シャイニング・ウィザード。バトルニュース。2019年2月12日閲覧。WE プロフィール。 ありがとうございます。